今日はママと一緒にお出かけしました。なんちゃらかんちゃら、晴れのち曇りなんちゃらかんちゃら、今度パパに聞いてみよう。なんちゃらかんちゃら、どうちゃらこうちゃら、あまり覚えてない。うんたらかんたら、ほんだらはんだら、ふんじゃら、ほんじゃら、ほんじゃら。これ多分あの子の日記だと思う。難しくて意味がわからないけど。ふむ、そのままの意味だろ。え、そうなの？わかったのか。昨夜花言葉だ。リュウイらっしゃい。図鑑に書かれてたスノードロップの起こる意味、あなたの死を望みます。ほらー、その前には菊の刻まれたペンダントだ。これほどわかりやすい悪意はないと思うがな。悪意なの？やっぱり牧野明美は気づいてたんだ。父親にとって自分は不要の子だと。マジで父親そんな嫌がらせすんの？5歳の娘に。ヤナ君にかぐやいらっしゃい。え、偶然じゃなくて？だから自殺。そうなると辻褄が合うだろう。なんか悲しいな。くく、あまり望んだ死ではないと思うがな。どういうこと？ジル、牧野あけみが好んで読んでいたページを覚えているか？あ、ガーベラ、アザミ、コスモス、それからカモミールだったな。その花たちの花言葉から牧野あけみの本心が読み取れる。カモミールの花言葉は逆境に耐える、逆境で生まれる力。牧野あけみは信じていたんだろう。きっと父親は自分のことを大事にしてくれる。シライラジャイ、謙虚に、常にまっすぐに、逆境の中から生まれる希望な。けれど触れないで欲しかったんだろう。本当はな、人の心はひどく脆い。ああ、そうだな、そうするしかなかったのさ、きっとな。うん、悪意なの？5歳の娘に菊をさ、わざわざ菊を送って、スノードロップを送って花言葉まで調べさせるの、すごいな。どんだけ嫌いなんだよっていう。かわいい。あれ、三谷先生ってかわいいもの好きなんだっけ？古本。すごい、女子力高いよな、みんな。しかし、牧野明美ってのは金持ちのお嬢様だったのか。ま、こんな屋敷の娘ならね、金目のもの一つくらい持ってってもバレやしないんじゃないか？やめろよ。そもそも、ここの世界は幻なんじゃなかったっけ？怖がりゆきちゃん。もう何も言えねえっていう。悪意なのか。悪意だとしたらもうクソ野郎ですね。もうゲスの極みじゃないですか。もうこっちは鍵かかってる。鍵やらない。まあ、こっち行っていいのかな。もう調べたっすよね。あ、行けるんすか。行けるんすね。本作品はあれかな、分岐ない感じかな。なっす。お、かや、あのね、あなたは知ってる、心臓病だっけ。そう、辛いよね。かやちゃんの過去だ。別に。強い体に産んであげられなくてごめんね。ごめんね。母さん謝らないでよ。でも私、母親失格だわ。母さん！ゲッシュ！キャッ！謝らないでって言ってんじゃん。ううう。なんなの？泣きたいのはこっちだよ。はっ。これは俺が心臓病だって分かった時から母さんはいつもそうだった。俺に謝ってばかりで泣いて。だって俺、悪いがお前を家に置く気はないぞ、おじさん。でも俺行くところないし。たく、親不孝者だな。どうすならお前も一緒に死んじまえばよかったんだ。子供だからと面倒見てもらえると思ったら大間違いだ。きっとどこもお前のことを受け入れてくれるはしないだろうな、こんな可愛いのに。分かったならさっさと消えてくれ、邪魔だ。お母さん死んじゃったのかな。待ってくれよ、養ってよ、養ってよ。なんだ、せめて、そうだ、おばさんのところに。はあ、養ってよ、さっさと死ねえよ。ひどいんだよ、俺が何したっていうの。母さん、父さん、俺も一緒に死ねばよかったのか。亡くなったんだもんね、両親。一人は嫌だ。子供の頃、結局誰も助けてくれなかった。両親は自殺だった。死んだ理由はわからない。あ、今のユキか。今のユキのやつなのか。かやちゃんのやつは終わったんですね。知ったところで俺は、みんなの過去が見れると。
なるほど。みんなそれぞれ抱えてるんだな。は？帰ってきてない？だから母さんはまだ。昨夜、うるせえな。口答えするんじゃねえよ。は？たく、なんで子供なんか産んじまったんだよ。邪魔で邪魔で仕方ねえわ。父さん、お酒はもう。は？うるせえんだよ。痛い、やめてよ。お前は俺の言うことだけ聞いてりゃいいんだよ。くっ。こっち来い。痛い。いやだ。ひどいことしないで。何をされるんですか？昨夜、クク。クックじゃないが。妹、お兄ちゃん、離婚って何？ん？ああ、父さんと母さんはな、別々に暮らすんだよ。なんで？ママとパパと一緒がいい。お兄ちゃん、ママたちに言って、離れたくない。ごめん、それは無理なんだ。だから俺たちはこの家を出なきゃいけない。いや、やだよ、ママ、パパ、ごめん。ごめんな、お兄ちゃんがお前のこと守るから。あへいらじゃい。だから泣かないで。いいお兄ちゃんだね。両親は離婚して俺たちのことを捨てた。まだ幼かった妹に辛い思いをさせて。捨てたの？これでよかったのかわからない。でも、三谷先生がいてくれたからよかったんじゃないかな。わからないよ。何が正しかったなんて、誰も。過去を映す鏡なのか、あれは。これもあの子の仕業？わからない。わからないけど、きっと、俺たちに何か伝えたいんだ。父親を愛していたんだ。でも、それが正しいのかわからない。きっとそう思ってる。それを俺たちに問うのか。くく、随分と悪趣味な子供もいるものだな。くく。あの子にペンダント返さないと。あ。望んでるのか、そのペンダントを。鏡は自分を見つめ直すことを示してるのかな。あ、そうかもな。こっちです。開かないね。この扉、何かはめ込めそうなくぼみがあるな。形的に指輪？指輪なんか持ってないしな。進んじゃう系だ。お？なんか行き止まりか。なんか落ちてるね。これは楽譜？お、楽譜を手に入れた。ピアノ弾けますよ。うちのかやちゃんはピアノ弾けますからね。猫踏んじゃったがめちゃくちゃ早く。で、こんじゃったね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 、みたいな。超早いから。ちょっぱやの超特急でお願いしまーす。弾いてどうぞ。そういえば、昨夜ピアノが得意だな。まあな。昨夜かい。かやじゃないのか。俺も得意だよ。猫踏んじゃった弾けるし。そりゃ得意って言わねえんだよ。俺、咲いたが弾けるよ。ドレミ、ドレミ、ドレミ、ファソラシド、みたいな。なあ、さっきの楽譜弾いてみてくれよ。お、いいね。聞きたい。悠長だな。いいじゃん、ほら。何の楽譜なんだろうか。すごい。切ない曲を弾くな。俺、楽器はね、リコーダーとね、タンバリンができますよ。お？いや、やっぱり上手。満足か。あ、久しぶりにお前が弾いてるところ見た。な、扉が開こうとしなかったか？気のせいじゃないの？さっきの鍵がなかったとこだね。鍵じゃなくピアノで開く扉っていうね。バイオハザードかな。あれ？扉が開くようになってる。今ちょっとあくびが出た。雪の言ってた音はここのことかもな。雪。トキシックいらっしゃい。お、なんかいろいろあるぞ。ガラクタが押し込められている。これは？殴り書きされたように日記が書かれている。めぐみが子供を授かった女の子らしい。喜ぶべきなのだろうが、正直あまり嬉しくなかった。もちろん、めぐみに言えたことではない。しかし、子育てをする余裕ほど、今の私にはなかった。余裕などか。私の仕事は佳境を迎えている。このタイミングで出産されると、厄介だったのだ。おっすいらっしゃい。いやおついてるよ。けれど、彼女に子供を下ろすと、など言えたことではない。大事な妻なのだ。私はどうすればいいのだろうか。子供が生まれた女の子だ。名前は明るく美しい子でいてほしいと意味を込めて明美と名付けた。改めて子供を目の前にすると少し気持ちが落ち着いた。医師に知らされた。明美は他の子たちよりも知識の発達が遅い子供だと認めたくなかった。恵は必死に明美を育てている。
私も彼女に手を貸すべきだ。分かっている。分かっているのだが、私にはそんな余裕なと。めぐみも私も精神的に疲労を感じている。原因は分かっている。明美だ。どんなに頑張っても思い通りに育ってくれない。疲れたんだ。明美さえいなければ。意図的か。あのペンダントも意図的なの。お前の娘は一命を取り留めた。なぜ助けた？それが医者の仕事だ。梶原か。医者のね、執刀医、娘はいらない。病院に運ばれたことが誤算だったんだ。お前から娘を殺せと言われた時は驚いたよ。けど、邪魔なんだよ。体が弱くて生まれながらの障害者。使い物にならないの、ならないあの娘が。ひどい。何か一つ取り柄がないかと探した時もあった。けど、そんなもの何一つ見つかりゃしない。そんなこと言うなよ。お前が手術わざと失敗して殺せばうまくいったかもしれない。そんなことできるわけないだろう。梶原か。足手まといなんだよ。さっさと死ねばよかったんだ。ひどい。梶原先生とあの子の父親、知り合いだったんだ。空腹いらっしゃい。テスト勉強頑張って。担当医を梶原にしたのも全て父親が仕組んだことだったんだろう。交通事故もわからない。偶然かもしれない。偶然には思えないよ。全部仕組まれたことだったろう。明美ちゃんちょっとあれじゃない？かわいそすぎるだろう。味方がいないじゃないか、どこにも。政治についての本が並んでいる。やめてくれ。頭が痛くなる。政治なんてなくなってしまえばいいんだ。なんだー僕飛んでるよ。父さん、母さん。ちょっとダメだ。ここ行けますんで、みんな行かないようにね。バグっちゃうよ。なんだこれ。おお、パパ、ママ、あけみ、0519、5月19日に撮った写真かな。0519。あの子の描いた絵かな。この赤いのお花かな。そうじゃないか。何の花だろう。バーベラかもしれないな。よくわかるね、これで。今までの意味を考えれば、おのずとたどり着く。どういうことだよ。バーベラの花言葉は家族団らん。ああ、その花言葉を知った上で書いてたのか。しかし、右上の筋は何だ？さあ、日付じゃないの？書いた日の日付って書き込んだりしない？少女の絵を手に入れた。0519、覚えとこう。